私がまずそのお題をいただいたときに、そのストレートっていうそのイメージとしては、ロングのすごい髪の毛が風になびいて、なんかすごくこう外とかロケーションがある場所で、なんかさらっと動く髪の毛がすごい素敵だなっていうのを頭の中でパッと思いついて、でそこからロングでデザインしたいなっていうのをまず考えて。で、髪の毛がなびくっていうと、やっぱりこう全部同じ長さのワンレングスベースよりは、顔周りとかにレイヤーが入ったデザインのあるヘアスタイル、ロングだけど顔周りとかそのパラッと髪の毛が動いた時に表情が出るような、そういうスタイルがいいなというふうに感じたので、顔周りに結構レイヤーをしっかり入れて切り込んでいって、それで、まあ、私なりのデザインをそこに出したっていう感じで作りました。カラーリングは大人っぽい女性像を意識して今回作らせてもらったので、そのカラーも何ですかね、結構グラデーションのハイライトなんですけど、グラデーションを全部ブリーチのグラデーションカラーっていう感じじゃなくて、大人の感じのグラデーションカラーにしたかったので、ハイライトデザインでグラデーション上にハイライトが入るようなカラーリングにして、カラーリングの色自体もベージュ系の大人っぽい女性像っていうので、そういう色にしました。うちのサロンはカラーリングを軸としてサロンワーク、お客様にデザインを提供しているっていう部分があるので、どんな時においてもまずカラーリングが一番美しくなるようなデザインという感じでいつも考えてます。なので、ストレートパーマを一緒にされるお客様の中でも、カラーリングが美しく見えるように無理な施術はしないようにいつも心がけていて、例えばストレートパーマとカラーを同時にする場合だったら、カラーリングを後にしてカラーの色落ちを防ぐとか、あとカラーとストレートパーマを交互にやられてるお客様に関しても、カラーリングをストレートパーマの2週間後にしたりして、カラーリングが常に綺麗な状態であるっていうことを大事にしたり、あとストレートパーマとカラーを同時にやる場合とか、ストレートパーマかけてる方がカラーをする場合って、どうしてもストレートが効いてる部分は色が沈んでしまったりとか、あとはそのくせ毛の方っていうのは根元の色が上がりやすかったりする可能性があるので、結構根元だけが明るくなっちゃって毛先が色が沈んで暗い仕上がりになるっていうことも結構考えられたりするので、そういう意味でカラーリングの選択の、クリア剤を毛先に多く入れたりとか、根元のお薬を1レベル下げたりとか、オキシのパーセンテージを低くしたりとか、そういうところで綺麗なカラーができるようにいつも心がけて、カラーとストレートパーマを共存させるお客様には提案をさせてもらっています。私が多分好きな顔が、それぞれ皆さん好きな顔っていうのがあると思うんですけど、私の好きな顔と、あと私がやりたいデザインっていうのが、結構こう可愛らしい少女っぽいモデルさんに対してのデザインだったりとか、なんかこうちょっと海外の要素が入ったモデルさんの方が自分の好きなデザイン、特にクリエイティブスタイルとかだとやっぱ自分の好きなものっていうのをやるので、そういう要素が入ったモデルさんを結構選ぶことが多いんですけど、結構街中とか、私は本当にコンテストにも20代前半ぐらいからもうずっと出てたので、やっぱモデルさんに関しては本当に自分がただ何ですかね、買い物に行ったりとか、本当にお茶しに行ったりとか、そんなプライベートの中でも、あの子かわいいなと思ったら名刺持って声かけたりとか、本当になんかもう常にモデルハントというか、外にいる時はそんな感じでいつもやってました。で、やっぱりモデルさんっていうのは、特にコンテストとか今回とかの撮影の時に顔周りをしっかり切り込ませてもらったんですけど、やっぱりこう信頼関係っていうのがすごい大事だと思うので、そのためにはモデルさんになってもらった方に、こういうデザインはどうですかとか、あとどこまでがこの子は OK でどこまでが嫌なのかなとか、そういうところをしっかりすり合わせて、であとはもう必ず可愛くしますっていう、もう最後の一押しで、しっかりモデルさんに安心感を持ってもらって、それで結構施術をさせてもらえると、モデルさんもすごく喜んでいつも「またお願いします」って言ってくれたりするので、結構そのモデルさんに対しての姿勢っていうのは、本当に誠実に、いつもせっかく髪の毛任せてもらえるので、やるように心がけてます。
ですね、はい、こう出産する前は、はい、なんか子供が生まれてからもなんか今までと変わらずなんかすごいこうバリバリなんかこう働きたいなっていう気持ちがすごい強くて、出産後もすぐに復帰してすぐにサロンワークに戻ってなんかいろんなお仕事もまたさせてもらえたらいいなってすごい思ってたんですけど、なんかいざ出産してみてで、まあ、保育園に入れなかったっていうのも大きな要因だったんですけど、なんかやっぱりその出産した後の自分の気持ちがすごく出産する前と変わって、なんかこの子とこうなんかこうずっといれる時間ってすごい短いんだなっていうのを、やっぱり赤ちゃんだったりとかなんかちっちゃい時じゃないと自分の手元にいなくなっちゃうじゃないですか。なんかそういう時間っていうのがすごい少ないんだなっていうのを感じて、なんか出産した後はなんかこうバリバリ働きたいっていう気持ちもあったんですけど、やっぱそれ以上になんか自分のなんかライフワークというか、そういうところも大切にしながら働いていきたいなっていう気持ちがすごい強く芽生えて、で今ではサロンのうちのオーナーとかスタッフの理解もあって、自分の、好きな感じで働かせていただいているのですごいありがたい環境なんですけど、はい、具体的に働き方ってどういうふうに変わったんですか？そうですね、基本的にはもう時短で働いてるんですけど、はい、その今までは営業日が水木金土日の 週5日だったんですけど、出産後半年ぐらいで復帰したんですけど、そこから最初週1で2ヶ月目から3ヶ月目ぐらいから週2、うん、で3、4ヶ月後ぐらいから週3に変わって今週3で働かせてもらって、時間が9時半から2時半ぐらい、すごく短いんですけど、その中で働かせてもらっているっていう感じです、はい、なのでなんか自分がそういう風に心境になって、まあ、いろんな心境の方がいると思うんですね、はい、出産した後もバリバリ働きたいって思う方もいらっしゃると思いますし、なんか子供といる時間も大切でそういう時間も大切にしたいっていう方もいると思うんで、なんかこれからもなんかサロンとしてとか美容業界としていろんな働き方が受け入れられるようなそういう業界になってくれるとすごくいいんだろうなっていう風に思いました、うんうん、まあ、3年とか5年後とか自分がなんかいろいろいろんな意味でこう落ち着いたら、またその自分の好きな作品とかも作ったりとかもしていきたいなと思いますし、あとは今、まあ、出産前からもそうだったんですけど、まあ、うちのサロンでの後輩たちを育てていきたいなという思いがあるので、なんかそういうこれから自分が活躍していきたいなとも思うけど、スタッフ、うちのスタッフの後輩の子たちがなんか活躍できるサロンだったりとか、そういうものをもっとしっかり作っていけたらいいなと思うので、なんか自分がこう1年あ出産で半年ぐらいとか抜けた時に、やっぱうちのスタッフがみんなすごく成長してくれたんですね。なんかそこがうちのオーナーもすごい嬉しかったって言ってくれてたので、なんかもっとなんかこう上がいなくてもどんどん下の子が育っていけるように、上がまあそういう意味ではいい意味でこう席を開けるというか、なんかそういう風にしていくことで循環して下の子たちも育っていくと思うので、なんかそういう風にいろんなスタッフがいい環境でなんか成長していって、サロンもなんかプライベートもいっぱい充実できるような、そういう風にしていけたらすごくいいなっていう風に、はい、これから先なんか自分もなんかいろいろやらせていただいてたので、みんなに還元していきたいなって思ってます。素晴らしい。新美容5月号ぜひ見てください。